います。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が今日も皆様にコミュニケーショントレーナーとして重要なワンポイントプレゼンテーションをさせていただきます。今日は10月は21日金曜日ですね、はい、今日のトピックスはですね、ポジティブシンキング、ポジティブに考えようよ、暗くマイナスに考えれば本当にこの世はですね闇だというお話です。はい、実はですね、過去私が15歳だった頃ですね、キューバで、まあ、戦争ですね、ソ連とアメリカが核戦争をスタート切るだろうと言われた時期がありました。しっかりですねそれに乗り切りました。その後ですね1999年ですが、ノストラダムスの大予言というのがあってですね、まあ、2000年にですね地球は終わるみたいなことを言われてました。そしてですね2022年今年ですが、このオミクロンとかですねドルの大暴落とか流線群が降ってくるんじゃないかとかいう人がいますが、そういうですねネガティブなことばっか考えたらこの世はやっていけませんので、ポジティブに考えてですね、まあ明るい将来を夢見ていきましょうというお話を今日はしたいと思います。何事もポジティブに暗く悪く考えないでポジティブに考える、切り替える癖をつけた方がいいというお話をしましょう。今ですね実はロシア・ウクライナ戦争でですねバックがアメリカとロシアの戦争になってますが、プーチンがですね小型核をぶち込んだらですねそれに対する対抗措置でアメリカが動きますから核戦争になるんじゃないかという心配があります。これは実はですね私が15歳だった頃ですね、中学生の頃キューバとですねキューバ問題が起こって、まさに核戦争の引き金が引かれるかどうかということがありました。しかししっかりですね、まあ、ケネディ大統領たちのいろいろ判断があったですねそれを乗り切ったんですが、今回もですね悪く考えたらもういたたまれない状態なんですが、悪く考えずにですねキューバ革命の時のようにですねなるようにしかならないだろうと、ポジティブに考えるしかないと思います。ないと思います。そうじゃないとメンタルやられてしまいますから。はい、最後に一つですね面白いお話をしたいと思います。私は宗教を学ぶのが趣味でした。20歳の頃からずっと宗教を学んでいます。いろんな宗教、モスリムも勉強しました。学んでます。はい、キリスト教の中にですねこういう一節があります。天が落ちてきたら鳥でも拾って焼き鳥を食うべえってこう書いてありますよ。天が落ちてきたらということはですねこの地球が終わりそうになったらということなんですよ。天が落ちてきたらヒバリでも拾って焼き鳥鍋にもしようっていうこと書いてあるんですよ。すなわちですね神が全てポジティブに考えろ、そうじゃないと人間ストレスで終わっちゃうよというお話です。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さよなら。